どうも、すまゆきです。300日後に富士山の頂上で歌うシンガーソングライター、今日は Day88 かな、88だと思いますね。今日はちょっと路上行こうかなと思います。今7時なんで、まあそうですね、8時ぐらいから始めたらいいかなと思いますが、まあ早い時間は雨村でやって、遅くなってきたらちょっと心斎橋のグリコの方に動こうかなみたいな予定をしてます。あ、昨日テラスお疲れさんでした。いやー、そうやね。次いつやったっけかな、次ビジョンかな。1月19日、ビジョンの、1人1曲のイベントに出ますね。50人ぐらいアーティストがダーッと出てきて、1人当たり5分みたいな、はい、そんな感じのイベントに出ます。 あと追加でライブが1本決まりました。1月29日に、ドロップ、これも、これは雨村ですけどドロップに出ます。まあそんな感じで、路上行ってきます。で、88スタートです。気分の時は帰り道に君を思い出す。コンビニをうろうろしながら思い出し笑いを噛み殺す。ダサい格好はしたくない。年は取らないように作り笑いなんかしたくない。だからベイベーそばに、すいません、しおりを挟んで忘れないように、なくさないように、嵐のように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のことを話したくないんだ。
追い浮かされてさあどんな人と笑い合ったか一人で考えて勝手にへこんで眠れない夜を過ごしてさ仮に雨が降ってびしょ